どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日も新作映画1本ご紹介したいと思います。ということで、まだね、ごめんなさい、喉の調子が完全ではないので、お聞き苦しいかもしれませんけど、よろしくお願いいたします。はい、で、今回は「キングダム運命の炎」ですね。こちらもね、楽しみにしていた作品です。ちなみに僕は原作漫画は一度も読んだことがないんですよ。機会があったら読んでみたいとは思っているんですけど、現在69巻でなおも連載中なんですね。69巻か、結構あるな。前作「キングダム遥かなる大地へ」からもう1年が経つんですね。もちろん前作も第1作目も僕の動画でレビューしていますので、ぜひチェックしてください。1作目が2019年ですから、もう4年前。で、1作目を見たときは、まあ確かに内容はね、面白いとは思ったんですけど、なんかやっぱりね、映像がしょぼいなと思っていたんですよ。お金がかかっていないなっていうかね。当たり前なんですけど、海外のこの手の歴史大作ドラマと比べて、圧倒的に映像的な迫力が欠けるんですよね。特に数十万人の合戦シーンのはずなんだけど、映ってんの30人くらいしかいねえじゃねえかって話なんですよ。だけど、1作目がヒットして、予算がさらにつくようになったのか、2作目からはね、目に見えてスケールアップしていったような気がします。さらに CG 技術の進化もあってか、本作はそれなりに迫力のあるシーンが多かったと思います。で、これはネタバレにはならないと思っているので、ここで言ってしまいますけど、本作はおそらくですよ。おそらく2部作の前編だと思うんですよ。これまでは続きはあれど、切りのいいところで、ほぼ1話完結していたと思うんですけど、本作はね、いや、そこで終わるんかいって思わず係員に詰め寄りたくなるような、そんな終わり方をしてしまったんですよ。これは東京リベンジャーズやミッションインポッシブル、デッドレコニングみたいに前編とかパート1とかサブタイトルにつけてほしかったかなと思いますね。2部作の前編後編なら、後編が公開された時に前編もまとめていっぺんに見たいと思うお客さんもいることでしょう。それがね、一切示されていないので、なんかちょっとね、何続くの？みたいな感じになっちゃうわけですよね。さらにタッチが悪いのは、例えば東京リベンジャーズみたいに、前編の2ヶ月後に後編が公開されるとね、もう前編の時にアナウンスされるんなら、それはそれでわかるんですけども、本作の場合はですね、これの続きがいつ公開されるのか、いや、そもそも制作公開が決定しているのかすら告知されていないんですよ。さすがにこんな終わり方ですから、続編はいくらなんでも決定してるとは思うんだけど、詳細はね、何月何日とか、詳細は無理にしても、せめて2024年とか予告してほしいよね。さすがにこの終わり方では不完全燃焼、残尿感が強すぎです。本作は馬陽の戦いをメインに描かれてはいるんですけども、その馬陽の戦いのまさにその途中で一番いいとこで終わっちゃうんですよね。いや、こっからだろってとこで、いや、こっからがメインだろうってとこで終わっちゃうんですよ。合戦シーンがじっくり描かれてはいたにはいたんですけど、それはあくまで中盤以降の話なんですよ。じゃあ序盤は一体この映画何をしていたのかって話なんだけど、あの大沢たかおさん演じる王騎が秦国総大将に任命されるところで、この王騎が秦の王である政に問いかけるんですよ。あなたはなぜ中華統一を目指すのか。このシーン予告編でもありましたよね。その時政が実はある人物と約束をしていたんだと答えて、そこから回想シーンが始まるんですよ。これさ、アダルトビデオで言えば、これから絡みに入るぞというタイミングでいきなり AV 男優が、どうして俺は AV 男優になったのかの一人語りを始めるみたいな感じなんですよ。おい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 、そんなのいいから早くやることやってくれよってなりますよね。
でもこの回想シーンががっつり描かれるんですね。今から7年前、小国の人質になっていた衛星は国を脱出して秦国に戻り王になるっていう、まあ、そういうエピソードなんですけど、アンさん演じるシカという女性が、まあ、いわゆる闇の運び屋で、まあ、ダークラングラーで命がけで衛星を守りながら彼を秦国に送り届けるっていう、まあ、それだけの内容なんですけど、道中では敵の追撃を受けながら馬車を暴走させて秦国に向かうんだけど、これがねなかなかに胸熱で、いやすっばらしく良かったんですよ。ただこの鹿と衛星のエピソードってはしょれるシーンでもあるんですよね、まあ、いらないっちゃいらないんですよ。逆に山崎賢人さん演じるシーンが王騎に弟子入りしてある無法エリアを平定すればお前の実力弟子として認めてやるみたいなエピソードがあるんだけど、それはね言葉による説明だけでさっさと処理されているんですよね。いやこのね、あの王騎の弟子入りみたいなこのシーン、あの無法エリアを平定するこのエピソード、もうそれだけで一本分の映画になりそうなのに、そこはねもう口だけで説明、言葉だけで説明してこの鹿と衛星の、エピソードにね、全振りするわけですよね。まあ、制作陣はよほどこの鹿のエピソードを描きたかったんでしょう。でもね確かにこのエピソードめちゃくちゃ良かったんですよね。まあ、正直全然はしょっても問題ないエピソードなんだけど、まあ、それでもね間延び感はほとんど覚えませんでした。それだけこのサブエピソードに引き込まれたし、まあ、つかみは OK ってなったわけですよね。ただねここまで丁寧に長々と描いてしまうと肝心の馬陽の戦いの時間を奪ってしまうことになります。まあ、実際そうなってるんですよね。だからこそ、まあ、なんとも中途半端な終わり方になっていたのかなと思ったんですね。まあ今まで1話完結に近かったので今回のような終わり方には戸惑いを覚えたお客さんも少なからずいるんじゃないかな。とはいえ上映時間が129分なんですよね。まあ最近ね、長尺な映画増えてますから、まあもう面白かったんでね、全くこうだれることがないんで、まあ、150分ぐらいにしてもうちょっと進めて欲しかったかな。というわけでこれから詳しくレビューしていくわけなんですけども、その前に映画の評価額をつけたいと思います。評価額の上限は今ね現在2000円に設定しております。大人の映画鑑賞料金2000円に対してこの映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画キングダム運命の炎、評価額はズバリ1500円。終作。評価額の基準がちょっと変わりましたので、これね評価変え、今回1500円終作となっていますけど、変更前だったら1300円終作に当たりますね。はい、概要欄に評価額の基準貼り付けてありますのでぜひチェックしてみてください。ということで、まあね、キングダムシリーズは回を追うごとに、まあ、あくまでも個人的な意見なんですけど、感想なんですけど、回を追うごとにクオリティが上がっていると思うんですよね。1作目より2作目、2作目よりは3作目が面白い。まあ、1作目はそこまで引き込まれなくて、まあ、続きはね2作目始まった時も続きはそんな楽しみってほどではなかったんですけど、2作目を見てあこれちょっといけるんじゃない、3作目楽しみと思って、でやっぱり見てみたら3作目が一番良かったと思います。まあいろいろとね不満点もそこそこあるんですけど、まずね良かったところなんですが、まあ、なんといっても役者陣ですよね。東京リベンジャーズと同じく大物俳優が集結しています。東リベは若手ばかりでしたけども、まあ、本作はね、まあ、老若男女ですよね。若手もすごいけどベテランもすごいし脇役もすごいじゃないですか。それぞれ主役を張ってきた役者さんが、まあ、揃ってますよね。
キングダムシリーズは主人公の山崎賢人さん演じるシーンが中心でしたけども、本作では中盤まではほとんどねこの山崎さん顔出してないんですよ。先ほどの、先ほどご紹介した衛星ですよね、吉沢亮さん演じる衛星と、安さん演じる鹿のエピソードで締められています。これがねほんとすごくよくて、胸厚なお涙頂戴ものでしたけども、正直ねこのシーンの方が、中盤以降からね始まる合戦シーンなんかよりも、僕は好きでしたね。とても感動しましたよ。鹿を演じたのがアンさんです。もうほんと素晴らしいですね。東出の元嫁とは思えない存在感と演技でしたって、東出のことは関係ないか、スタントでなければアクションもこの人かなり動ける人なんですね。日本人であれば役者さんたちの演技合戦を見ているだけでこの映画楽しめると思います。あと山崎賢人さん演じるシーンが100人チームのリーダーとなるんですけども、彼らを8分高揚させる演説が素晴らしく良かったんですよね。こう胸熱で高揚感があって、聞いている僕たちもこう熱くなるんですよ。なんならこの演説をアレンジして会社の朝礼とかに使えるんじゃないですかね。能力もないくせにカリスマ上司になりたいと思っている人は、この、真の演説を参考にされたらいかがでしょうか。それはともかくこの彼のね真の夢の大将軍に向けて真自身も成長していることがうかがえる秀逸な演説でした。こうやって真も後々、群雄割拠の一角に顔を並べるわけですよね。しかしぶっちゃけこれが大作映画となると、今年一番の大作映画となると、日本映画のしょぼさもね若干実感してしまうところですよね。今回は巧みな演出と役者さんたちの熱演によって大いにフォローされてはいるんだけど、映像そのものはね、正直かなりしょぼいんじゃないかなと思ったんですよ。まずね、皆さんも多分そう思ったと思うんですけど、気になったのはコスチュームですよね、衣装。おろしたてのように綺麗だったりするし、甲冑なんて金属の質感がまるでしないので、当時金属なんてあったのかな？あれ？紀元前の話だからもしかしたら金属なかったかもしれないけど、中国はあったのかな？どちらにしてもね、何にできてんだかよくわかんないんだけど、安っぽく見えてしまうんですよ。なんかゴムか何かで作られ、なんかゴム製に見えちゃうんだよね。で、妙にこれ衣装がさ、綺麗じゃないですか。真っ白だったり。そうなると、この荒涼としたこの荒野に、なんかこう浮いてしまうというかね、風景に浮いてしまって、コスプレ感が否めないんですよね。妙にこう、綺麗な顔してたりされるとね。もう少し衣装を汚したり、甲冑の素材とか、なんとかならんかったのかなと思います。あれだけの大人数の衣装や甲冑を用意するわけだから、大変であることは想像つきますけども、このね、衣装が安っぽいっていうのは、日本映画あるあるじゃないかな。あと、オール中国ロケだったのかな？これ中国ロケって聞いたんですけど、その割には風景が面白みに欠けてしまっている。荒涼とした、砂漠というか、荒野ですよね、荒れ地。もう荒涼とした荒れ屋なんですよ、荒野なんですよ。草木もほとんど生えてなくて、ところどころにこう山とか崖があったりする。特に戦場となるだだっ広い場所だと、なんかね、広大な運動場みたいにしか見えないんですよね。なんかめちゃくちゃ広い運動場で、なんかこう運動会開いてるみたいなね、コスプレ運動会開いてるみたいな感じなんですよ。もっとも実際の当時の合戦も、そんなもんなのかもしれないけども、映像的にはね、やはりね、あんま面白くないんですよね。本作は合戦シーンがかなり多めで、それだけアクションシーンが満載なんですけど、特に清野菜名さん演じるこのサイレントアサシンね、暗殺者の境界でしたっけ。さすがはこの清野菜名さん、アクション女優をやっていただけあって、動きにキレとスピードがあって見応えがありますね。清野菜名さんは本当に美しくてかっこいいんですよね。
まあなんか色気があってアラフォーくらいの熟女かと思っていたら、調べてみるとまだ28歳でした。いやほんとね、清野菜名さん、東出の元嫁とは思えないじゃなくて、生田斗真の元嫁とは思えません。あ、元じゃない、現嫁でしたね、すいません。他にも何人かキレのあるアクションを見せてくれる役者さんたちがいましたね。ただね、それ以外の役者さんたちになると、まあ、特にこう乱戦が多いんですよね。大勢の人たちがわー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 戦っている乱戦になるんですけど、この乱戦はね、アクションとしてのクオリティはめちゃくちゃ下がるんですよ。この見応えのない乱戦シーンが意外に多いというか存外に多めなんですよね。農民上がりの兵士たちのはずが、なんか適当に戦ってる割になかなかしぶといんですよ。まあ、全然死なないどころか、敵をやっつけている、殲滅しているわけですよ。敵はそれなりに高度に訓練されている兵士で固められているという設定だったはずなのに、一体全体どうしたことか。まあ、ここはど根性、彼らのど根性ってところですかね。根性で打ち負かしたといったところですかね。見応えのある合戦シーンはあるにはあるんだけど、やはりね、海外の同様の作品群と比べると見劣りがしてしまうのは、まあ、これは予算の都合上しょうがないのかもしれません。まあ、せいぜいね、日本映画の場合かけられても20億30億とかそんなところでしょ。でも海外の映画ってまあ低予算でも80億でも低予算って言われてますから、まあ100億とか150億円ぐらいはかけてきますからね。まあ100億円ぐらいだったら普通にかけてきますから、まあ、そうなるとね、日本映画の、映画制作費、まあ、のプロモーションを抜いた映画制作費が仮に20万30万だとすると、もう本当に、ハリウッドの低予算映画の半分以下ってことになりますからね。まあこれはね、映像的に見劣りしてしまうのはこれはさすがにしょうがないでしょうね。まあ、それでも本作はそこら辺の日本映画を7、8本ぐらい作れてしまうほどの予算にはなっているんじゃないかなと思います。まあ、なんだって中国オールロケですし、まあ、これだけの大物俳優をね揃えていますから、あと甲冑とか衣装、それにもかなりお金がかかっている、あとロケ、セットなんかにもめちゃくちゃお金かかっていると思いますからね。今の実写日本映画でこれだけの予算をかけて回収できるのってもう多分ね、キングダム以外ないんじゃないですかね。まあアニメは除いてよ、アニメ作品は除いて、実写映画で、まあ、20億30億40億ってかけてちゃんとこの興行収入で、回収できる作品ってもう他に多分ないんじゃないですかね。キムタクが出てた、キムタクが出てもね、結構歴史ものありましてね、織田信長、あれも結構ね、もう制作費回収できたのか、まあ、回収できたとしてもトントンじゃないですかね。二次利用とか、まあ、配信とかのね、あと円盤などの収益を全部出してやっと黒字化するみたいな、まあ、そんな感じじゃないですかね。うん、そう思うとね、やっぱりキングダムは、まあ、今唯一こう日本がこう安心して繰り出せる大型コンテンツってことになりますよね。今回鑑賞したのは新宿ピカデリーの午前スタートの回だったんですけど、11時スタートだったかな。お客さんは満席ほどではなかったにしても、まあ、7割以上入ってましたね。まあ、半分より後ろの席は全部埋まってて、前の席がちょっと空いてたかな。まあ、7割から8割ぐらいはね入ってたと思います。今日金曜日ですからね、平日ですから、おそらく今週の興収ランキングはトップを取れると思いますよ。ミッションインポッシブルもね、1週間の転嫁で終わるんじゃないかな。ちなみに、1作目の最終興収が 57.3 億円、すごいね。で、2作目が 51.6 億円だそうです。で、本作は全国110巻スタートで、今日金曜日、15時時点で、興行収入が一応発表されてまして、1作目の対比 175%、75% 増し、2作目対比 124%、24% 増しと、まあ、これね、上々の
滑り出しじゃないですか。ということは、まあ、このペースでいくと、まあ、50億円はいきそうな感じですよね。まあ、実際ね、ここから、伸び悩んでしまう可能性もなきにしもあらずですけども、しばらくはどうですかね。ライバルは出てくるのかな。まあ、そのライバル次第ですよね。まあ、これから夏休みに入ってきますから、夏休み映画ということで、まあ、ディズニーとか、まあ、いろんなね対策が、まあ、今後控えているとは思いますけど、まあ、どうですかね。大きな、ビッグタイトルはまあかなり出尽くしちゃってる感じはありますから、結構しばらくね天下取れるんじゃないかなと思いますよ。問題は続きがいつ公開されるのか、パート4ですよね。全4部作構想って何かのニュースで聞いたことがあるので、まあ、次回作がおそらく完結編となるんでしょうね。もっともっと続きが見たい気がしますけどね。大ヒットしたら、このパート3が大ヒットしたら、4話、5話、6話って続けてくれませんかね。まあ、さすがに制作費がかかるシリーズなので、まあ、長くは続けられないのかな。リスクもね、結構大きいですからね。まあ、キャストも豪華ですし、まあ、何かとお金かかりますよね。まあ、よくよく考えてみると、登場人物はすべて中国人なんだけど、演じているのはほぼ日本人ですよね。中国人としてはどうなんでしょう。っていうか、このキングダムという作品、中国では人気あるんでしょうか。あんまり話題になってるって話は聞かないんですけどね。どうなんでしょう。中国では見られているのかな。はい、もし知ってる方がいたらコメント欄で教えてください。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。バイバイ。